なんかね、変な事件がね、ありましたね。パパ活してたっていう女が、82歳の男の人を刺し殺しちゃったんですよね。池袋ね。池袋のラブホテルで24歳の女が、82歳の男性を殺害した事件で、女がパパ活をしていたと供述していることが分かったと。藤井遥容疑者ですね、24歳。亡くなったのは今井正蔵さん、82歳の胸などカッターナイフで刺し殺害したようです。なんか太ももですかね、そこに大動脈みたいな、すごい動脈があって、そこ切っちゃったみたいですね、カッターでね。そこが致命傷で亡くなっちゃったみたいですけどね。警察によりますと、藤井容疑者は犯行後、知人の小林雄介容疑者らと合流し逃走したということで、翌朝八王子の駅に向かい駅を出たところで捜査員に確保された。確保の様子を見た人は、女性を 5,6 人の捜査員が囲ってたというか連れてったと。逮捕直後の藤井容疑者を乗せた捜査車両から泣き声が聞こえていました。取り調べに対し、藤井容疑者は容疑を認めた上でパパ活をしていたと供述をしていたと。警視庁では犯行の経緯を詳しく調べています。まあ、ちょっとパパ活ってのは、まあ言い方あれですけど、いわゆるね、売春ですよね。まあ、言い方が緩くなってますけどね。今はパパ活ってこれ売春の話でしょ。これ路上であってね、ホテル行くっていうのは、まあ、この人、この容疑者はね、バカだなと思うんですけど、今井正蔵さん82歳、おじいちゃん恥ですよね。恥っていうか、なんすかね、ここの家族がかわいそうだなと思って。死に方がね、82歳って言ったら戦時中でしょ、生まれたのは。ね、戦争のね、空襲を乗り越えて生きてきてね、いろんなことがあったでしょうしね、人生ね。そしてこのコロナもね、生き抜いてきたのに。最終的に亡くなったのは、パパ活の24歳の女のカッターで刺し殺されるってね、遺族からしてみると、恥ずかしいっちゃ恥ずかしい話ですよね。この女はですね、この男ですか、逃走を手助けした知人のね、小林雄介容疑者29歳と弟の翔太容疑者ですけど、この人たちに、まあずっとお金をね、渡してたって言ってましたよね、この藤井遥っていうようなね、元彼氏みたいな感じですけど、ずっとパパ活でね、売春して稼いで、それをお金で小遣いを渡してたっていう、なんかその関係性またいびつですけどね。3人で新宿歌舞伎町にして移動したことですと。その後捜査員の取材で3人が再び池袋に戻り、規制線が張られたホテルの周辺の様子を見た後に歌舞伎町に引き返しカラオケに行ったと見られることが分かりましたと。まあ、だから一回見に行ってどんな状況かだ。多分死んでるって思わなかったんでしょうね、刺しちゃったけど。で、思いのほか血が出ちゃって逃げて、自分で警察に電話してるんですよね、知り合いがみたいなことを言って。刺しちゃったから助かればいいなみたいなところだったのが、まあおじいちゃんが出血されて死んじゃったというので焦ってたんですよね、きっとね。で、その後歌舞伎町に引き返してカラオケに行ったと見られることが分かったと。で、藤井容疑者の様子について小林雄介容疑者は、元気がなくてカラオケであまり歌ってなかった、当たり前だろって感じですけどね。それでね、弾けてたらバカですよ、そんな状況でカラオケで。で、3人はネットカフェに宿泊し、翌日 JR 西八王子に向かって駅を出たところで身柄を確保された。だから、まあ警察はもう分かってたんですね、あのカメラでね、防犯カメラでもうすでに瞬間に分かってた。警視庁はそれぞれの関係性などについて詳しく調べていますと。このおじいちゃんと会う前にもこの男と会ってたっていう話もありますしね。ただ何ですかね、これなんかいろんな意味でちょっと異様っちゃ異様ですよね。82歳の高齢の人がね、24歳の女とラブホテルに行くっていうこと自体もちょっと異様ですしね。それをパパ活って呼ぶことも異様ですしね。で、なぜカッターを持ち歩いてたのかっていうのも変だし、しかもその男たちが、元彼が逃走手伝ってるっていうのもまた異様ですしね。そいつらに金渡してたっていうのもなんだかなって感じですね。すべてにおいて、まあなんか僕が生きてる世界とは別世界の、なんかなんていうんですかね、こう言っちゃあれですけど、何も考えてない人たちの世界だなって感じがして、異様だし異質な感じがしますね。
どうなんですかね、82歳ぐらいでもやっぱりホテル行きたいんですかね、24歳の。まあそんな可愛くないですよね、写真見るとね。結構きつい感じがありますけど、行きたいのかなと思ってね。何で揉めたのかもちょっと分かんないですけどね、お金の、ね、支払いで揉めたのか。ただなんか僕の昔知り合いでね、風俗で働いてる女の子がいて、風俗っていうかソープランドですけどね、働いてる女の子がいて、その子が僕にいきなり連絡来て、あの話聞いてよと、ちょっとお金になるかもしれないのがあるんだって言って、何って言ったら、客で90歳のおじいちゃんがいると、それが資産家だと、お金いっぱい持ってるから何かの形でそれがお金にならないかなっていう話をされたんですよ。何かの形って何ですかね、何だろうなと思って、お金貸してくれとかそういうことって言ったら、なんかそれでもいいんだけどって、何十億とか持ってるっていう話をしてたからみたいなことを言ってて、そうすれば私も風俗やめれるからみたいなことを言ってたんで、そのおじいちゃんからお金もらったら僕にもね、多少のギャラはね渡すんで、なんか考えてみてくんないみたいなこと言われて、私の友達と会ってもらっていいみたいなこと言って、いいよって言ってたんで、ちょっと教えていいって、連絡先教えていいって言ったら、いいよって言われて、僕は聞いたんですよ。ほんで連絡したんですよ。したら一回会おうかって言われて、僕はね、会いに行ったんですよ。そのおじいちゃんと。西麻布に住んでて、場所的にいいじゃないですか。だから金持ちなのかななんて思って、西麻布に行ったんですけど、まあ、西麻布って言っても本当にちっちゃいマンションの、ワンルームのマンションの一室ですね。それ自宅じゃないみたいな話でしたけどね、事務所みたいなこと言ってましたけど、行ったら、まあ、給料によってはシャキッとしてるおじいちゃんだななんて思ったんですけど、こういうおじいちゃんもソープランド行くんだなっていうふうに僕はまず思ったのが第一印象と、なんかお金持ってるってのは話をどんどん聞いてくる詐欺だなと思いましたね。うん。なんか、ものすごくうさんくさかったんで、やめましたけど、で、やめた方がいいよってその子にも言ってね、あれうさんくさいわと。実は実際金持ってねえわっていう話をしてやめましたけど、いるっちゃいるんだろうなと思います。そういうふうな。なんか、なんですかね、いつまで経っても、男性の性欲が、ね、ある。ただどうなんですかね、できるのかなっていうのが不思議です。その90歳のおじいちゃん、そのソープランドの女、そのソープ場の女の子に聞いたらできないって言ってましたからね。ただ来て一緒にお風呂入って喋るだけだと、それだけで帰ってくると、ね、ソープランドの高い金払って帰ってくって言ってたんで、そっちはできないって言ってたけど、82でどうなんですかね、できるのかな、いろんなことを思っちゃいますね。まあ、そんな感じでした。ではでは。